っぱあの因縁の対決ということで、まあ、お互いにだ苦手意識とかそういうのがあったりすると思うんで、もう好き好きじゃねえよ、もう好き気持ちが悪いな、そのお豆が振ってる構図がよくわかんないんだよな。次はじゃあ僕とクリさんがやりますんで、よろしくお願いします。サクリファイス。じゃあ振りますよ。はい、お願いします。10。行きます。6、はい、じゃあいただきます。はい、はい、因縁の対決ですからね。はい、うん、石川君はちょっと勝ってもらわないと、ちょっと勝ちたいですね。苦手を克服しないと。はい、確かに7枚です。怖くないもんな。ここで負けたらもうグランプリ持続無理です。ちょっとクリさんと当たんないように。いえ、そこだけ俺だけそんな風にしてても多分ダメだよ。頑張らないとダメです。キープ。はい、キープします。はい、お願いします。それでは第2戦目よろしくお願いします。お願いします。沼。はい、エンド。はい、ターンもらいます。ドロー。鋭い突端をタップインで置いてターンエンドです。いいです、元気がいいですね。はい、大事ですね。はい、本当にコントロール気味ですかね。山。はい、エンド。はい、草原の川をタップインでターンエンド、うん、ドロー、うん、あ、アップキープ、アップキープ。落ち着いて、落ち着いて。山、山。落ち着いて、落ち着いて。はい。あ、やばい、これなんだ。はい。では、お、ようやく。今な、勝利流。3点。はい。プレイヤーに、はい、打ち込んできましたね。タイの。今なで。はい。バリスタ。はい。うん。これさっき出し忘れですかね、バリスタ。いや、もろもろ。ここ乗せて出せれば。間違えましたね。はい。エンドです。はい。はい。今な。はい、勝利流キャンセルで。わかりました。いいんかよ、だから負けんだよいつも。で飛ばします、1点飛ばします。はい、先端刀の運が置いてアイス。はい、はい、もらいます。はい、あげます。いや、リリアナ。はい、うん、プライチ、うん、行くです。ジャッジ。いやなんか今うんとか言ってたから。いやいや、オッケーです。今グランプリを想定しちゃってたから。あ、すみません、失礼しました。はい、大変申し訳ないです。と思っただけで、と思っただけでジャッジ呼ばれるの。追加気をつけてください。ゆえ。厳しいジャッジだ、ここに。エンドです。厳しいな。本当はこんな厳しくないですからね、マジック。はい、やりづらくなっちゃう。今からやりたいって人はちょっと。確かに。はい。楽しいゲームですよ、マジックは。お、うん。読まな。シゴフェリダー。はい、なるほどね。そういうこと、ね、これを追放して戻していきます、うん、はい、タイエンド。コンボ入ってるんですかね、石川さんのデッキは。どうでしょうね、でもまあこれが出たってことは入ってないと何をしたいんだかよくわからない、ね、確かに、そりゃそうだ、はい、デッキだ。これのデッキだと見せかけといて何かするこれ順番ってどっちでしたっけ、コンボ食らうのって。なんつうんだろう、サヒーリ出てこいつが出てきても速攻でもう食らうってこと。コンボはもう食らいます。どっちも順番関係ない。着地したら最優先で能力使われちゃうから、はい、はい、どっちにしろじゃあ順番関係ないんだ。どっちも出た瞬間に食らうってこと、はい、おそろいになったら始まります。なるほどね、もう分かんないから消しちゃおうか。はいはい、はい、ギャー、プライチ。はい、エンド。はい、アタップ。これでコンボはなくなりました。はい、ドローします。はい、失敗しちゃったのかな。やっぱちょっとフェリダー避けられたのが、はい、サヒーリライ。あ、いたからね。敵構えてんのかなと思ったんですけどね。プラス1、うん、はい、戦術1行って、その後サヒーリライは各対戦手に相する1点のダメージ。はい、トップ。ここり自信ありげなトップ。なるほど、ね、負けないんじゃないか。こういう風にやるのが大事ですからね。あ、相手にプレッシャーを。そうですね、はい、カードが来たと。あ、うまいこと回ってるって思わせれるから。これはむずいね。はい、おらっ。みんな見たらわかる。みんな見たらわかる。2点支払って2枚ドロー。たかりは入れてきた。たかり入れてきた。いや、絶対いらないと思うな。このタイミングたかりはいらないと思うな。プライ
1でいいかな。はい、エンドです。はい、沼を置きます。はい、マナでペリ出します。あれ食らっちゃった。はい、状況がなかったらもうコンボ始まります。あ、なるほど。はい、考えてなかったそこまで。はい、こういうことがあります。 OK、 了解です。投了です。はい、ありがとうございました。石川さん見てたんですか、フェリーダーズ。全然、もう2枚やったんで。そうですね、はい、はい、いやったらいいやろ。2枚やった。いや、2枚やったら強いな、はい、でもそれぐらい入れてるってことでしょ、みんなは。そうですね、全然入ってる。コンボって何なん、あれ。途中で止めることができるってことなんじゃないですか。そうです、はい。除去があれば、除去があれば止めれます。途中でというか、1回はその出ちゃいますけど、出てるけど無限にはならない。ならないってことでしょ、はい、うん、はい、では、4、5フェリーダーが盤面に、こっちが先のパターンの方がいいですね。サヒーリライが出てまして、フェリーダーが出ました、はい、そうするとフェリーダーの効果で、まあ、サヒーリライを追放して追放します。はい、戻します。マイナス2を使います。そうするとコピー、クリーチャーコピーできるんで、はい、コピーでコピーでできます。でコピーが出たこの効果でまたサヒーリを追放します。コピーのこの子の能力でね。はい、また3に戻ると3に戻ります。で、マイナス2使います。で、またコピーすると、はい、コピーします。ペッてまたコピーが増えて上乗せして、とこれがずっと続くと、はい、そこを持つでしょ、戻ってきたコピーは。このフェリーダーたちがわーって増えてって、もう無限のやつらで、はい、で、わーコピーしたっちゃいます。なんでそいつらがいって、さっき言ってた話は、仮にバリスタがいた場合、コピーして出てきた時、サヒーリが1だから、はい、2体までは出てくると。はい、でこの時にじゃあその時点でぶつけますと、はい、したらこれいなくなって2体で終わると終わりみたいな感じですね。コピーがとりあえず出て、はい、はい、1体速攻持ちのコピーだけ出て終わるってことですか。はい、追放させる前に、もしくは除去が、もう許可の分解とかだったら破壊して3点、3点でもいけるけどね。はい、もうサヒーリーないし守護フェリーダーを落とせるようにと。フェリーダーが4マナでサヒーリ3マナだから合計7マナ必要かなと思うんですけど、実はフェリーダーの効果で6マナでも出せます。はい、6マナあったら4マナ使ってフェリーダーを出して、はい、そのちょっとその1枚をブリンクして戻して3マナ経ってる状態にしてサヒーリが出す、サヒーリが出てくる。恐ろしい。同時に6マナでコンボが始まっちゃうっていう。なるほどね。恐ろしい、恐ろしい。これは多分やっとかないと。タイミングずれてたね。そのプッシュがあったんです、うん、プッシュ2枚ぐらいありましたね。プッシュもあったし、破滅の道引いてきたから、はい、まだいねえだろっていう安心感が、ね、はい、いましたね、うん、いやでもプッシュは絶対今惜しかった。しかも紛争できたから未解決で。そうなのよ。もう惜しいよ、すごい惜しい今のね。勝てる勝てる。これは絶対グランプリ前にクリさんとやっとかないと。クリさん突然死する可能性ある。これはやっといた方がいいよね、はい、そうですね、結構いますもんね。紛争結構ね、タイミングとか難しいから、まあどの道でも間に合わなかったけど、うん、でもまあ、まあ覚えた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 、はい、タイミングはね、うん、いや僕がもう今は負ける気がしないです。あんな途中出てこないやつと。何もやる。はい、アタックします。はい、でエンドです。はい、アンタップ。天才の片鱗、エネルギーカウンターを2個得て、これ大丈夫でしょう。投了で次行きましょう、はい、うん、いやちょっと、サイドにこれ入れたのありだった。サイド増やしてもいいな、こいつ。俺今サイドから抜いたけど、あいつ上のマストの代わりいいじゃん。ええ、知らない、はい、あ、今いるんですか。あの全部、今回のが強いよ。あ、そっか、いますね。あれもだからサイド入れるのかな、どうなの。いてもいいっちゃいいけど、まあそうっすね。コイさんね、コンボにはサイドに入れといてもいいけどね。コンボには強い、はい、絶対に抽選もしたら一戦はいる。そうしますね。3戦目ですね、ラスト勝負。時間はまだあるね。はい、このまま決めたいね。君には負けないよ。無敗で2年間終えてやるよ。やばいな。はい、
ミスですからね。そうだね、あれ惜しかったね、はい、あれは惜しかった、本当に名前先行いただきます。まあでも2000代石川さんが当ててるとなったらまだ分かんないじゃん、これキープします。かけるか、かけに出たいな、キープしようかな、俺も負けたら負けたら